本当ですか？プロデューサーはどこが気になりましたか？私のライブ？あ、そういうことでしたか。すみません、芸能人極秘地方お取り寄せグルメのページを読んでいました。てっきりどれかお取り寄せするのかと。ちなみに私は長崎県の塩辛詰め合わせが。優先さと聡明さに満ちた新たな笑顔。そうですね、ルミナスの皆さんとステージに立てたからこその結果だと思います。歌姫のイメージにとらわれないありのままの私で立つことができたステージですから。ルミナスの皆さんに協力するはずが、とても大切なことを教えていただきました。はい、少しでもお力になれるようにこれからも努力します。プロデューサー、改めてお礼を言わせてください。歌姫のイメージから解放できたのはプロデューサーの支えがあったからです。それにルミナスの皆さんがありのままの私を受け入れてくれたから、もう歌姫の重圧に屈することはありません。私を歌姫と称してくれるのでしたら喜んでその名前を受け入れます。どのような冠を与えられても私は高垣楓ですから。ところで、歌姫の新たな目覚めとも雑誌に書いてありますが、よくおとぎ話で姫を目覚めさせるのはプロデューサーではなく王子様ですよね。プロデューサーとして私を見てきた？私はまだプロデューサーに一番見てもらいたい姿を見せていませんよ。そんな私の姿、わかりますか？さすがプロデューサー、よくわかりましたね。お酒を楽しんで飲んでいる私の姿、プロデューサーにも見てもらいたいと思いまして。そうですよ、プロデューサーとお酒を飲める日を待ちわびているのですが。それは明暗ですね。約束ですよ。プロデューサーとお酒、その日を楽しみにしていますね、プロデューサー。あなたとならどこまでも飛んでいける気がするんです。私をこの先へと連れて行ってくださいね。
私が悩んでいる姿。ダジャレを考えて悩んでいる姿を見せたことがあると思いますが、そんな姿が思い浮かぶということは、そんなにも私のダジャレを残念ですけど違います。答えはお酒を飲んでいる時の姿です。そうですね、覚えている限りではプロデューサーの前で怒ったことはないですけど、あまりお見せしたくはありませんね。私がプロデューサーに見てもらいたいのはお酒を飲む私の姿です。